トラミのタダ飯万歳。提供は日本料理自平がお送りいたします。皆様こんにちは。本日のドラミのタダ飯万歳、本日はですね、宇都宮のですねセントレホテルの3階にございます、こちら自平、こちらのレストランの方にお邪魔をしたいと思います。それでは早速店内の方にですねお邪魔したいと思います。参ります。外の宇都宮の風景が楽しめます。お、なんか結構割と見たことあるというか見覚えのある中になってておりますが、こんな感じです。これどっから行くんだろう。これいいのかな。あ、これじゃないかな。ここもですね、こんな風になったら、どうでしょう。奥にもカウンターの席があります。でですね、今日はなんと宇都宮ではちょっとなかなか珍しい、天ぷらのですねカウンターがありますので、そちらでですねご飯ごちそうになっていきたいと思います。ではですね、早速行ってみたいんですが、それでは本日のドラミのタダ飯万歳は、宇都宮のですね本当にど真ん中です、大通り沿いの住交差点にあります宇都宮のホテルセントレでした、逆でした、ホテルセントレの中にですねございます、3階にあります自平、こちらにですねお邪魔をして、そこでご覧になりたいと思います。それではですね、早速参りたいと思いますが、今準備中でございます。今から何が出てくるかワクワクドキドキというわけでですね、ちょっとご紹介を、まだ板長手が開かないので、その間にですね私はこちらのランチの方ですねいただきたいと思います。よろしいでしょうか。なんかすごいかわいい、いっぱいいろんなものがある、なんか春ですね、これ菜の花。忙しいから何食べてもいいですか。大丈夫です。とりあえず私食べてでいいですか。なんかこう菜の花がすごいなんか春らしいので、そうですね、いただきたいと思います。いただきます。ジューシーなついてます、すごいですね、これそうですね、これもお得なランチですね。はい、なんかお蕎麦発見しました。お蕎麦すんげーうまそうで、食ってみてみて、うまいです。なんかいい香りです。そうなの。これ味噌があったらすごい。この魚、これはカンパチのアラなんですけども。出たよ、また。これまで食べられるように柔らかく仕上げてあります。それってなんか、すぐ近くのどこぞのホテルの2階のレストランのブリ大根に似てます。大根してますね。そうですね。なんか、うまい。骨柔らかい。そうですね。全然全然食べれます。はい。元ですね、この寿司とかもしてるけど。やっぱですね、これ春。宇都宮でございますね。あ、出た。竹の子だ。あ、まあ、こんな感じでですね。ジューシーな。これはお昼限定の。来た。来たー。おっと驚く。よそこさん、いかがですか、家から。まあいいや。開けたら。ですね。どうぞ。暑いですよ。なんと今日はですね、こちら宇都宮にちょっと珍しい、カウンターで揚げたての天ぷらをいただきながらっていう、ランチができるということでお邪魔しておりますが、何つけて食べたら美味しいですか。魚介類は塩が一番良いかと思いますけど。じゃあそうです。はい、じゃあ塩、あ、この塩もちょっとなんか綺麗、キラキラです。これは沖縄のチェラ海の塩です、ね、お、出ました、チェラ海の塩です。こちらでございます。この団子になってるの大根おろしです。そうです、可愛いです。こんなにして出されたの初めてです。ちょっとじゃあこれつけながら揚げたての天ぷらをいきたいと思います。ではいただきます。いいですか。はい、バチ、やっぱ熱いわ。揚げた、さすが揚げたです。ちょっと頑張ります。あん。うん。あった。うまいけど、熱いけど、うまい。ありがとうございます。あ、なんかすごいリッチな気分ですね。お昼からこんな揚げたての天ぷらいただけるなんて。すごい。あ、エビおいしい。なんかまっすぐにする方法があるんですよね。はい、それはありますね。うまい。これじゃあ、私このイカなんですか。これはイカですね。よく見て、やったー、イカです。あ、柔らかすごい柔らかいんですけど、これうまいです。ありがとうございます。あ、ここがハバンバハラ、すごい美味しいです。他にまだ出てくるんですか。あと野菜とですね、キスと入れますね。待ってます。店長、すみません、今日はですね、ご紹介遅れて申し訳ございません。先ほど来から、揚げたからお話をさせていただいております。こちらのですね、
次編の板長、飯野さん、はい、よろしいでしょうか。飯野板長です、よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあどんどん上げてください。上げたらどんどん来ぜ。いや、ここはですね、場所すごいいいですよね。そうですね、県庁と市役所の真ん中ですからね。ビル混むでしょ。そうですね、結構お昼の方は忙しいですね。やっぱりそうですね。ちなみにここ営業時間というのはどんな感じで。11時から2時半ですね、昼間は。確かに。夕方は5時から、はい、5時半から10時半までですね。なんか読んでます、違うんですか。あ、夜は10時半まで。そうですね。これやっぱ天ぷらもあれは人気ですか、ランチも。あ、そうですね、天ぷらをメインしてますので、天ぷらが人気ですね。普段でも店長がこう前に出られるとここで上げてるぐらい。忙しい時はやっぱりこっち入りますね。 あとはメインの厨房を含んでやってます。こちらですね、場所の方はちょっと後でまた落ち着いてからお伺いしますか。はい、お店の方の特徴というかちょっとなんか話していただいてほしいですか。はい、そうですね、私どもあの記念日とかを大切にしたいっていうのが、ありまして、はい、結婚記念日とかですね、金婚式とか銀婚式ですね、そういったものを利用していただければと思ってます。なるほど。でもいいじゃないですか、普通の日もこれお昼ガンガン来てほしいですね。そうですね、ちょっと美味しいです。なんかちょっとなんか喋っててもらっていいですか。なんかありませんか、言い残したこととか。違う、そのまだ始まってますか。そうですね。なるほど、美味しい。何ですか。それはカモですね、カモの燻製ですね。なんか豪華なもの見っけ、作っていただいてみたいと思います。じゃあこちらはですね、いただきながらカモです。あ、なんか油乗ってますけど、うん、胡椒が効いてると思うんですよ。うん、胡椒が効いててすごい美味しいです。はい、おいしい。やっぱりなんかちょっといい感じですね。なんかこれお刺身もちょっといきなりちょっとスープが気になったので、ちょっと持ってみたいと思います。そうしましたら店長、これそこにどんどんさせていただきまして、はい、こちらのですね、天ぷらの方のアレンジの方には、はい、こちら天ぷらは全部で何品なんですか。7品、はい、はい、7品です。ついた他にご飯、それからサラダと、それとこちらのちゃんとお水物がついてます。サテちゃんの大好きなやつです、はい、デザートにつけますので、うん、強かったんですね、はい、あ、わかりました。じゃあデザートもちょっと待っていただきたいと思いますが、はい、じゃあ次ちょっと野菜が上がってくるのを待ちつつ、はい、板長の方ですね、こちらの住所とそれから電話番号とかを、はい、言っていただきたいんですが、ちょっと遠くて見えづらいですね。はい、じゃあ野菜をあげた後で結構でございますので、はい、ちょっとですね、お店のスタッフの方とかもご紹介いただきたかったんですが、はい、もうだんだんそんなことはどうでもよくなるぐらい揚げたてがどんどん私の目の前に。あ、それなんですか。私、シトウですね。やっぱなんかここに緑が入ると綺麗ですね。ですね。というわけで、じゃあ開いた、大丈夫、店長。そしたらじゃあそれ読んでください。はい、もう一度です、住所、それから宇都宮市本町、はい、4-11 ホテルザセントレー3階ですね、自閉です。はい、電話番号が 625-1212 です。どうぞよろしくお願いします。めっちゃ読んでますけど、更新できました。ありがとうございます。でこれからですね、なんかちょっとイベントっていうか何かご予定があっていうのを伺ったら、この後、そうですね、はい、こちらまずこちらが1200円、そうですね、はい、これでデザートもついて1200円、そしてこちらにこれは1500円になってこちらのここにつきますので、はい、の他に予定はあるんですか。まだはっきりしてはいないんですけど、予定なんですね。あくまで予定です、注意してください。いいですが、1000円でお釣りが来るランチ、贅沢なランチ。ここで1000円のうち来るランチからからすごい嬉しいです。それを一応企画しております。ぜひご利用ください。あの近いうちに実現することを祈りつつですね、900円ランチを皆さんに待っていただきたいと思いますが、というわけで本日ですね、私の高飯万歳、高飯万歳は、ごめん、気がいく、これ芋だ芋。いつも入りましたって言うけど、これで全部ですね、はい、食べちゃいましたけど、今、人はありませんが、宇都宮のですね、ホテルセンテレの3階にございます自閉、こちらにお邪魔をいたしまして、こちになりました。ありがとうございました。どうも。もうじゃあ大丈夫でしょ。冷めないうちに食べる。はい、というわけでありがとうございました。お邪魔になりました。